さんこんばんは。今日も暑い一日になりました。今日はシャンソンで有名なオーシャンジェリゼを弾いてみます。シャンソンといえばパリの空の下で、オーシャンジェリゼ、愛の讃歌などがおなじみでよく知られています。今日はオーシャンジェリゼを弾いてみます。シャンソンで有名な曲、今日はオーシャンジェリゼ。レッツミュージック。今日はコード奏と弾いてみました。バイバーイ。また明日。皆さんも良い楽しいお盆休みを過ごしてください。オーシャンゼリゼでした。パリへ行ってみたいな、ウキウキするような曲です。曲奏を楽しくイメージする、これがピアノレッスンの醍醐味です。